皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はシタデル永遠の魔法と古の城塞のファミ通紹介をしていきたいと思います。そうですね、魔法で狩りまくります。生息する生き物も純ファンタジーです。ドラゴン、オーク、スケルトンといった伝統的かっこはてなファンタジー生物が登場します。倒すことで素材を入手できます。バトルも採集も魔法を駆使します。敵と戦ったり素材を集めたりといったサバイバルゲームの基本に本作では魔法の要素をプラスしています。斧、ツルハシは必要なく、素材採集の魔法を付与した杖を一振りすればクラフト用の素材を簡単に入手できます。他にも敵を攻撃魔法で倒したり、ほうきにまたがって空を移動したりと、あらゆる面で魔法が活躍します。自足自給のサバイバルです。駆け出しの魔法使いであるプレイヤーは食料や装備品、拠点などありとあらゆるものを自ら手に入れ手作りしていった必要があります。魔法は製作した武器に属性を組み合わせることで使用可能です。戦闘や採取など用途の異なる魔法と武器を用意して状況に応じて使い分けます。そしてエンチャントした武器を操ります。杖、斧、ガントレットなどの武器には魔法を付与できるといったのは先ほどおっしゃいましたね。付与した魔法は任意のタイミングで放つことができます。もちろん装備した武器を直接振るって敵を攻撃することも可能ではありますが、それは魔力が尽きた時の補助的な戦闘手段にすぎません。そして動物を手なずけて相棒にできます。登場する生き物の中には魔法を使うと手なずけて仲間にできるものもいます。敵と戦う相棒になるだけでなくて、足が速い生き物によって荒野を疾走したり、翼のある生き物によって大空を滑空したりできます。そして最大40人のマルチプレイができます。オンラインマルチプレイを搭載されていて、強敵ひしめく未踏の地を仲間と協力して進んだり、他対他の大規模バトルを楽しむといった遊び方ができます。そして開発状況は 70% となっています。恐竜、奴隷に続き今回は魔法をテーマにしたサバイバルアクションゲームです。アークとコナンをプレイした方なら楽しんでいただけると思います。アーク、コナンアウトキャストのことですかね。まあ要するにそういうことですね。なんか狩りの要素に魔法、なんかモンスターハンターミットか、ゴッドイーターになんか魔法の要素を加えたような感じですね。まあファンタジースターみたいなもんですかね、ゲームシステムとしては。あとエンチャントした武器を操るというのもなんか僕らの太陽族体とちょっと似た要素がありますね。というわけで今回はこの辺で、シタデル永遠の魔法と古の古城のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。